誰？私は今忙しいのよ。え？車掌くん？車掌くん？こんな早くから何の用？呼び出した時刻は夕方でまだ先よ。そう書いておいたじゃない。ほら、夕方じゃない。車掌くんは文字も満足に読めないの？車掌くんが読み取れなかっただけじゃない。手作りのチョコをこっそり仕上げて渡したかったのに。まあいいわ、入って。できているといえばできてはいるんだけど、完璧とは言い難いわ。朝よ、さっさと起きて朝ごはんを片付けちゃいなさい。グースか寝てばっかりいるわね、あなた。日頃の激務がたたっているというか、疲れが溜まっているのだろうけど。かわいい新妻をほったらかしにしたまま延々とダミーを貪るなんて、いい根性してるじゃない。あの狸寝入りをしているわね。起きてるでしょ、シャーくん。慣れないわね、シャーくんって。仕方ないのだけど、我々は身分を隠して夫婦として潜伏しているのだもの。まさか車掌くんと呼びかけるわけにもいかないし。ボスケさん、ふふん、さてはお目覚めのキッスをしてほしいの？眠り姫を気取っているのね、いい年をこいたおじさんが。いいわ、寝ぼすけさんで甘えん坊さんなダーリンのために、優しい奥さんがお望み通りのことをしてあげる。避けたわね、あなた。どうも意地でも起きたくないようだったから、永遠に眠らせてあげようと思ったのに。何？文句でもあるの？私はお目覚めのキッス云々とは言ったけれど、唇ではなく剣でキッスをしないなんて言ってないでしょ。裁判になっても勝つ自信があるわよ。なんだか全然慣れないわ、不思議な気分。お互い特別な宿命を持ってこの世に生を受けたのだから、ありえない空想なのだけど、こういう人生もあったのかなって。普通の人生というのも思っていたより悪くないわね。ちょっと泥を飛ばさないでちょうだい。手つきが悪いのよ、手つきが。芝を刈るのが目的でしょ。庭の土を削ってどうするの。まあね、洗い物をすればお皿を割って全滅させるわ、洗濯をすれば家中を泡だらけにするわ、料理をすれば火事にしそうになるわで、ひどいものだったわ。で
でも仕方ないわよね。私はありとあらゆる天賦の才を持っているけれど、誰だって経験のないことを最初から上手にはできないものよ。コロンビアじゃなくてコロちゃんでしょ。ちゃんとしなさい、シャー君。開き直らないでちょうだい。己に足りないところがあると自覚しているなら努力するべきよ。そういう向上心こそが夫に必要とされるものでしょ。常に己を高めるように努力しなさい、シャー君。夫というのは妻の前では怠けてもいい人じゃないのよ。逆だわ。常にこのコロちゃんの夫としてふさわしい言動が求められるのよ。いいでしょ、あだ名なんかつけられることのない人生だったし。なんだかやけに嬉しいのよ。あなたとの心の距離が縮まった気がして。普通にしていなさい、シャー君。多分相手はプロよ。ちょっと変な視線を向けただけで気取られるわ。それは私も同じよ。けれどこの標的が暮らす家の真向かいの建物、絶好の監視場所の入居条件が結婚したばかりの夫婦だったんだから仕方ないでしょ。いやよ、たとえ仮初めでもあなたが誰かと結婚するなんて許せないわ。幼い頃教会で永遠の愛を誓い合ったでしょ。あの誓いは嘘だったのね。浮気するつもり？だって幼なじみだから。幼なじみなんだもん。ええ、シャー君、うちの旦那は全然家事をしてくれないから、お尻を引っ叩いて芝刈りをしてもらっているところよ。お坊ちゃん育ちだからやり方がわからないらしくて無様なものだけど。ええ、世界の平和は軍人の私が守るから、せめて家庭内の平和は夫に守ってほしいのだけど。まあそれでも付き合って結婚したわけだから、ある程度は仕方ないと思ってしまうのだけれど、それもちょっと旦那を甘やかしすぎかも。少子千万、殺気が漏れていたわよ。不意打ちにしても下手くそね。他人の夫に文句をつける前にもっと自分自身の至らなさを顧みなさい。この最初からこういう段取りだったのね。私の動きを止めてその間に。本当にあなたたちはバカね。私は家事には不慣れで、まあ奥さんとしては不格好だっただろうけれど、だからたやすい相手だと思ってこうして仕掛けてきたのだろうけれど、私は世界の主人公よ。英雄になるために生まれたの。家事の何倍も何十倍も戦闘には熟達しているし、
手慰めに、暇だった時に爆弾の解除方法も覚えたことがあるの。それを予期しなかったこと、私がそういう存在であると知らなかったこと。せっかく楽しんでいたのに、シャー君と私の愛する男と、たとえ偽りでも夢だった夫婦生活を満喫していたのに、こんなに早く行動を起こしてそれを終わらせてしまったことが、それによってこのコロンビアを不愉快にさせたことがあなたたちの罪であり、どうしようもなく愚かなところよ。さあね、そういうことを調べるのは私の仕事じゃないわ。推測ぐらいはできるけれど、多分こいつらの目的も私たちと似たようなものだったんでしょう。最初から全てが世界的な重要人物であるあなたを誘い出し暗殺するための罠だったのかも。自分たちを釣り餌にしてあなたを引き寄せつつ抹殺する、そういう作戦だったのかも。その情報も意図的に流されたデマゴギーだと思うわ。多分こいつらはプロの殺し屋よ。一応命は取らないでおいたけど、尋問しても何も吐かないでしょうね。まあそういう日もあるわ。私は世界の主人公だけれど、いつでもどこでも常に英雄的行動ばかりできるわけじゃないもの。それに何も得られるものがなかったわけじゃないわ。資格を撃退して生きながらえた上、ほんの一瞬だけでも幸せいっぱいの夢の夫婦生活が営めたんだもの。これが本に記述された物語ならば、こんなくだらないエピソードは省略されてしかるべきだけれど、生きた人間が体験する出来事としては、結婚というのは極上の、なかったことにはできない特別な代物よね。シャー君。